シャコ町の草原を走る羊たち羊飼いの皆川君信さんが餌としてあげていたのはナギ、ナギ、ほら食べて食べてなんとシャコタンの海で獲れた養殖昆布ですいいね羊たちがバクバク食べているこの昆布ただの昆布ではありません

年間100トンものウニの殻が捨てられていますそこでシャコタ町では厄介者のウニの殻を肥料にした昆布の養殖に7年前から取り組んできましたその結果昆布の量が3.7倍に増えたという報告も昆布が増えたことでそれを餌にするウニの品質も良くなり いい循環が生まれたそうです。酪農学園大学に在学中、この牧場のオーナーと出会い、羊飼いになろうと釈古端町に移住してきた皆川さん。羊に食べさせられないかなと思って、そしたらその国内に里藤ファームさんっていうそのワカメを食べさせる羊がいたんですよね。で、あ食べさせてるんだっていうことで一回視察に行って。 で話を聞けば聞くほど海藻は食べれるんだ。羊は。そこで2年前、新たな特産品にしようとウニの殻を肥料に育った養殖昆布を羊にあげてみたところ、肉の味に変化が現れたそうです。全然臭みがないと。あとすごいやっぱコクが増してすごい美味しくなったので、こんなにも変わるものなんだと思って。 やっぱ羊って、その腸の長さがすごい長い生き物としてあげられるんですけど、それだけ食べたものを長く吸収してくれるんですよね、なので、やっぱりその肉質にやっぱ変わりやすい養殖昆布を食べて育った羊の肉は、シャコタン塩風羊として、10月末から12月の間のみ、販売されるということです。うん 捨てるはずのウニの殻を使って昆布を育てるっていうのはすごい取り組みですし、それをさらに羊に食べさせて、その羊のお肉も食べてみたいです。そうですね。あのコタンの海では海水温の上昇などで、ウニの餌となる海藻が少なくなる磯焼けという現象が起きていました。うんうん、ウニの生産量が不安定になっていたんです。うん、ウニの殻を肥料に昆布を養殖したところ、たくさん育って、その結果ウニの身入りも良くなったといいことづくめですよね。うんうん、そうですね。 HTV は今年からサステナ宣言をしています。サステナブル、持続可能な地球社会の実現のために定められた17の目標のうち今日は14番目海の豊かさを守ろうについてお伝えしました。